こんばんは、速稼塾の久保です。今日はね、花よりおまシリーズ第70話を超えたのかな。まだまだですね。実はね、今日ね、現金書き留めが届きました。これは速稼塾の入塾のための費用が入っているということでございます。まあ、こういうふうな、ね、形で届けてくださるかと思います。というのはね、私の速稼塾の入塾のための入金って結構めんどくさいんですよ。銀行振り込みしかないみたいなね。あのワンタッチでポンって払えたりとか、分割でさっと払えたりするのはないんですよ。要するにカード決済も、それからペーパル決済もしてないということで、銀行振込ね、これなんでこのめんどくさい銀行振込を残してるかっていうと、ノリで払ってほしくないんですよね。あの悩んで悩んで、そのお金を ATM から下ろして銀行に行って入れて、で本当にいいのかな、これかなと思いながらね、何度も何度も自問自答していただいて入金するっていうプロセス。で、自動決済っていうのはね、深夜に YouTube 見てるとやっぱりノリでね、クリックしたくなるんですよ。そういったそのなんていうんですかね、心の隙間にこう語りかけて、まあ、入塾をね、引き出すみたいなこと、私はねやっぱできないなというところがありまして、ここまでやってきたんですよね。まあ、これから何らかの形で変えていくかもしれませんけども、その中で、まあ、現金書き留めっていうのは送ってくださる方も結構いらっしゃったりとかね、するわけなんですよね。だからとにかく面倒くさい方法で払う人こそ本気かなということでございます。で、今日のテーマはね、まあ別に現金書き留めではないんですけども、そうですね、前回無駄とか無駄じゃないっていう話がありましたんで、そうですね、世の中の価値は絶対価値ではなくて相対価値っていうことだということから、まあ紐解いてみましょうかね。A さんと B さんがいて、A さんが B さんに何かを語りかけているときに無駄だと感じるときがあります。それはなぜかっていうと、A さんが B さんに対して、情報で言ったらですね、情報の上流に向かっていろんなことを提供しても、これは無駄に終わりやすいんですよ。というのが、A さんの情報量が5だとすると、B さんの情報量が10だから、10っていうのは5を含んでるんですよね。ですから、こちらの A さんがいくら B さんに語りかけても、まあ、のれんに腕押しといいますかね、何の価値を伝えることもできないと。いうことが、まずは単純に言えるんですよ。でも逆にですね、こういう場合10の B さんが5の A さんに語りかけると、 A さんはものすごく価値を感じる、伸びしろがあるわけですよね。ここで何を言いたいかというと、相対的に、価値が自分よりも低い方に向かって発信するとね、これは B さんに対してはその方に対しては有益なものを感じさせることができる。要するに無駄じゃないってことをさせることができるんですよね。でも反対にですね、相対的価値が低い人から高い人に語りかける場合っていうのは、何か価値をね、受け取ることが非常に難しいんで、無駄に終わりやすいんですよ。まあだからね、何と言いますかね、もうちょっと高いレベルに行くと、賢者は愚者からも学ぶっていうエリアにもなるんですけども、私たちが商品を提供したりサービスを提供する場合っていうのは、いくらね、語りかけても無駄にならないように、ちょっと言い方はね、気をつけないといけないと思いますけども、そのサービスとかね、商品を持ってない方、相対的に、なんていうんですかね、ちょっと低いところにっていう言い方をあえてさせていただきますけども、低い方に流していかないといけないんですよね。要するに情報ビジネスって、高いところから低いところに情報をどんどん流していく、知らない人に知るっていう状態にしていくことによって、かさ上げをさせてあげるってことになるんですよ。そうすると両方ともがね、あ、伝わってよかった、伝えてもらってよかったっていうふうに、無駄じゃないってことが起きてくるんですよ。じゃあこれをもうちょっと広い視点で見ると、じゃあ行動力が5ぐらいの人は無駄に終わりやすいっていうのは、これどういうことかっていうと、5個行動して、その5個の間に自分よりも相対的に持ってるものがね、少ない方に出会う、これ確率の話なんですよ。だから5個やってみて、あ、全然響かないじゃん、全然売れないじゃん、誰も受け取ってくれないじゃん、終わりっていうふうになっていくのか、それとも1000個ぐらいやると、さすがにね、10人ぐらいは受け取ってくれるわけですよ。じゃあ1000回やったら、あ、無駄じゃなかった、10人受け取ってくれたっていうことに向かう、その可能性がね、確率が高くなっていくんですよね。私の言いたいのはそういうことかなと思う。だからたくさんやりましょうってことなんですよ。私たちは100発100中じゃありません。たまたま最初の放った10発は自分よりもね、レベルの高い方とか、それから経験の深い方に行っちゃったのかもしれませんよね。
でもずっと繰り返していくと、いやありがとう、そういう考え方欲しかったんだ、そのサービス欲しかったんだよっていう人に出会えるかもしれません。まあ、そういうふうな形をね、追うために、無駄とか無駄じゃないっていうことを考えずにね、やっぱりある程度突き進んで突き詰めていかなければ、自分のサービスを求めてる人に出会えないっていうことなんではないかなと思うんですよ。まあ、だからね、花よりもさんも動画をたくさん作って、出会いを探してるんじゃないかなと思いますし、ひょっとしたらね、転売をしたことがないとか、転売で儲けたことがないっていう人が花よりもさんの動画を見ると、いやこれはすごいレベルのことをやってるなっていうふうに感じてメンバーシップに入ってくださるかもしれないですよね。で、あとは売上の金額です。これはハッタリとか嘘が入っちゃいけないんですけども、月収で100万稼いでる人っていうのは200万稼いでる人に学びたくなるわけですよ。でも月収100万稼いでる人が月収5万とか10万の人にコンサル料を払って教わるかなと思ったら、ここにも相対的な関係が出てきますよね。まあ、ですので私たちはいつも相対的な関係に出会えるために強い発信力を繰り返していくのかなというところでございますね。で、今回ね、高田さんとかね、新垣浅君ともなんか出会えたみたいじゃないですか。これなかなか面白い化学反応起きるんじゃないですか。速稼塾にはね、いろんなメンバーいらっしゃって、綾沢ちゃんもそうですしね、ミスター M さんもそうですし、西原倉さんの山根さんもそうですし、まだまだね、言い切れないぐらいたくさんいるんですけども、ここでね、あるところでは自分の方が得意だよとか、あるところではあなたの方が得意だよみたいな関係も起きてくるかもしれません。じゃあですね、まあ、花よりもさんがもしかしてね、女心知りたいなと思ったら、ね、アイドル一個さんが出てくるかもしれないし、ね、新潟の奈美さんが出てくるかもしれないし、ゴニョゴニョゴニョって感じですよね。いろいろ出てくるかもしれないですよ。そういうふうな引き出しがたくさんある速稼塾ね、なかなかいいでしょでもね、花よりもさんもね、メンバーどんどんこれから増えると思いますので、なんかその共存共栄っていうかね、なんか花よりも帝国と速稼塾帝国みたいな感じでバチッとまた仲良くやっていきたいなというところが今回の動画の結論でございます。やっぱりね、共存共栄っていうのはね、すごくいい言葉だなと思うんですよ。足の引っ張り合いをね、よく我が国ではする国民がいるっていうふうに言われてますけども、私の目から見ると共存共栄を望む人ばかりなんでね。だから私たちはどこを見て全体を評価するのかってことですね。嫌な人とか悪い現象ばかりを見てきた人は全体が悪く見えるんですよ。でも素晴らしい人にしか出会ってこなかった人っていうのは、もう世の中素晴らしいってなっちゃうし、素敵な結婚生活を送ってる人は、いや結婚いいよねって感じになるし、結婚生活がちょっとね、あんまりうまくいってないと、いやもう結婚しない方がいいよって意見もなるし、だからとかくね、人っていうのは主観的に客観論を語り、客観的に主観論を語るんですよね。この最後のキーワードについて花よりもさんの見解を今度動画でいただきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっと難しいですよ。